ですよ。今日初めてで。初めて来ました。初めて来ました。初めて。何回目だ。初めてかな。今日は3、4回目ぐらい。This is the first time I come. 日本人もいて、ベトナムの人もいて、交流できて、すごいいいイベントだと思います。楽しい。楽しいです、はい、いやなんかすごい、おいしい食べ物もあって、それ楽しんでます、はい、今。どう思いますか？東京でこういうベトナムとか異国の感じを味わえるのはすごくいいなと思います。ありがとうございます。でもコロナが終わって、はい、また盛り上がってすごくいいと思います。前のフェスとかを比べると、でもどんどんこう日本でも、日本人にもベトナム人にも広がってってるなっていう印象で、なんか有名になってるなと思います。 I feel at home. I ate a lot of Nam Saigon Pho Ba 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 The beer, Vietnamese beer. これからバインミーを食べるんですけど、はい、とりあえずベトナムの美味しいものを食べたいかな、はい、あとビール、でもご飯食べてちょっと回ってって感じで、はい、ビールも飲んで、ビールも飲んでありがとうございます、はい、印象、屋台がいっぱいあって、はい、何食べようかなっていうそうですね、まだ、まあ、来てすぐなんですけど、まだ今のところはバインミーが食べたい、はい、でもご飯じゃないですかね、ご飯と飲み物、はい、とフォーとか、食べたことある。フォー食べました、フォー食べました。フォー美味しかった。美味しかった。変わりたい、はい、いやこのままで、このままでいいと思います。いやこのままでいいんじゃない、楽しいです、はい、ありがとうございます。わーフォー、フォーなんだっけ、サテみたいなやつ、串、串、お肉焼くやつと、ああ、鮮肉という、うん、それからあとバインミーをこれから食べます。はい、でも春巻き美味しかった。春巻きすごい美味しかったね、はい。ありがとうございました。はい、ベトナムで食べた、はい、なんだっけ、チキンが乗ってるご飯、チキンライス。チキンライス。あれがすごい好きなんだけど、あんまりないですよね。バインミー、生春巻きじゃなくて揚げ春巻きが好きです。